ラシを使っていきましょう。ペンシルだけでなくアイブロウブラシを使うとより簡単に自然な眉毛が描けます。まず毛の足りない部分は細い線を使って少しずつ描くように形を作っていきます。この時生えている毛の延長を描くようにすると自然になじみやすいです。仕上げに毛と毛の隙間に色を入れていきます。毛が密集されている方も明るい色を入れることでよりふんわりとしたイメージが作れますよ。ブラシはお顔に対して垂直に当てます。寝かせてしまうと力の当たり方が変わって色ムラができてしまいやすいので気をつけましょう。